国際リニアコライダーとは超高エネルギーの電子、陽電子の衝突実験を行うため、2021年現在、国際協力によって設計開発が推進されている将来加速機計画。日本では1990年代初めより高エネルギー加速機研究機構を中心として、初期にジャパンリニアコライダーと呼ばれ、アジア各国物理学者の参加を得て、 グローバルリニアコライダーへと名称変更され開発が進められてきた構想があった。同時期よりヨーロッパ、北、アメリカでも類似の計画が構想され開発に従事する研究者間で各年の研究ワークショップが開催されてきた。国際リニアコライダーは2004年8月に国際技術勧告委員会が加速機の基本技術を一本化する勧告を 行ったのを受け、これらの構想が世界で一つの計画、インターナショナルリニアコライダーに統合されたものである。2021年時点では、最速で2030年後半完成を目指して、議論が行われている。電子、陽電子衝突型の加速器で、最高の重心系エネルギーを記録したのは2000年まで、セルンで稼働したレプ2であり、最大のルミのシティ値を持っていたのは、 2010年まで高エネルギー加速器研究機構で運転した結部であった。セルンではレイプ実験が終了し LHC 実験へと移行し2008年9月10日にその初期運転がまた2010年3月から本格実験が始まった。陽子陽子もしくは陽子反汎用衝突型の実験では陽子反汎用など複合粒子である ハドロン内部にあるクオーク同士の反応が複数並行して起こる中で多数の集状対粒子が発生する。そのため、どの集状対粒子がどのようなエネルギーのどのクオーク反応に由来したかの不確定性が常に伴いデータの選別と統計的分析に大きな労力と解析計算を必要とする。一方、電子、陽電子の衝突実験では 市場体での電子と非電子のエネルギーが全部集約され、集状態粒子はすべてそこから生成される。したがって、バックグラウンド事象の排除が容易で、データ解析が比較的勘弁という利点がある。そのため、テブクラスのレプトン衝突型実験を行おうという計画が各地の物理学研究者の間での共通の夢であり、目標でもあった。 加速器基本技術の一本化とは、常電動型の加速空洞と超電動型の加速空洞との開発研究の比較の結果、超電動型の加速空洞の方が、空洞内で発生するウェーク状が比較的弱いためビーム品質を保ったまま大電流のビーム加速を行う上で有利であること、空洞の窮地が高いため、比較的低いピーク電力の高周波源で運転が足り、 電力パルス長は増やす必要があるものの、ピーク電力を増やすよりは、楽、などの点で評価され、決定されるに至ったものである。結局実験にも記載があるように、電子、陽電子衝突を行う貯蔵リングタイプの加速器では、ビニムエネルギーが大きくなると、シンクロトロン放射によるビニムエネルギーの損失が急激に増大し、がって、加速電力を生成する装置の費用また、 電力経費が急激に増大する。これを緩和するには、リングの軌道曲率半径を大きくする必要がある。建設費用を最小にする設計最適化を行うと、リングの大きさは、ビームエネルギーの事情に比例することが分かっている。一方、リニアコライダーの建設費用は、おおむね線形加速器の総延長に比例するが、これは、最終ビームエネルギーに比例することを意味する。 これらは概念的なコストスケール則であって、コスト算出の詳細は当然具体的設計に依存するが、2021年現在までの評価によれば、重心系エネルギー約200ジェブで運転したセルンのレプ電子、陽電子加速器を大幅に超えるエネルギーを電子、陽電子衝突で目指すならば、リニアコライダーが必要というのが関係研究者間の世界的了解事項である。 それであっても、テブクラスの重心系エネルギーを実現するためには、30km を超える直線トンネルが必要となる。実際には、リニアコライダーの加速機施設の大部分は地下に建設され、特に大深度トンネルを使った場合には、地上用地取得の規模は限定的となるが、環境アセスメントなどにおいて、十分な検討と準備が必要であることは、従来の加速機施設と同様、 またはそれ以上となる。主戦型加速器の機関技術を超電動高周波空洞によることを決めた2004年の研究者間国際合意を踏まえ、2005年に加速器設計のための国際協力チームが立ち上げられた。GDE はアイケフへの下部組織の一として位置づけられており、その統括責任者はアイケフへの元の国際リニアコライダー執行推進委員会に任命された。 GDE の中枢メンバー名簿に載っているのは約60名であるが世界の100以上の研究所と大学から数百名の加速器専門家、技術者、高エネルギー物理学研究者が参加し国際リニアコライダーの設計と技術開発の作業を行っている。GDE による国際リニアコライダーの2007年時点の設計構想は国際 リニアコライダーサイトに見ることができる。第1期計画完成時に国際リニアコライダー加速機施設の主体をなすのは相対するそれぞれ1 1 3トルの直線上の2本の主線型加速機である。これに延長約4 5トルの最終収束部、同じく約2 6トルのビームバンチ圧縮部、ビームエミッタンス原水リングなどを加えて加速器施設で必要な立地は 総延長約3 1トルの細長いものである。主線型加速器をはじめとする大部分の設備は地下施設に収められるが、中央の実験設備に対応する箇所を含め、約2 5キロメートルの間隔で地上地下をつなぐ連絡路が設けられ、対応する地上部分に機材搬入口及び各種の所要建屋が設けられる。加速器施設の中央部分には、 ビーム衝突点が設けられ、二つの実験装置を交互にビーム衝突点に据え付けて実験を行う。主線型加速器には平均3 1 5 m v メートルの加速勾配で稼働する超電動空洞が総数約1万6000台据え付けられる。付帯設備として L バンド 13GHz のマイクロ波源、空洞を 絶対温度に K まで冷却するための冷凍施設、各種電源、制御機器が必要となる。最高ビームエネルギーは、それぞれの主線形加速器から2 5 0ジェブ。これらからのビームが正面衝突するので、ビーム衝突時の重心系エネルギーは、最大値5 0 0ジェブに到達し、全室、セルンのレプ2加速器で実現された、重心系エネルギーの2倍を優に超えるものとなる。 加速機施設全体の所要電力は約240メガワットに上ると見積もられる。このような設計構想に沿い、GDE では2005から2006年の間加速機設計の現況取りまとめと建設コストの一時評価を行い、これをアイケフェに報告した。報告書ドラフトとコシ取りまとめはアイケフェ及びイルクスクの討議と承認を経て2007年2月の 北京での i イケフェの会議の際に、レファレンスデザインレポートとして一般に公表され、最終印刷物は2007年9月に出版された。それによると、i l c 加速機建設に必要な経費は、i l c バリューユニットと呼ぶ仮想価値単位にして、トンネル保管立地整備関連に18億 i l c ビュ、ー、加速機機材関係で49億 i l c ビュ、ー、と評価された。 また、建設工程に携わる所要マンパワーは2200万人、時間と積算評価された。なお、通貨に換算すると、1アイルシー、ビューは2007年始め時点の 1US ドル0.83ユーロ117円に相当するが、上記評価では、インフレ、税金、間接経費他が参入されていない。また、人件費の算出習慣も各国で異なっていた。 これらのことを考慮した各国の会計規則に従った見積もりへの換算は別途行う必要がある。さらに最終設計に至る間の開発予算、建設後のシステム立ち上げ試験経費、運転経費、また物理実験用の測定器のための建設費用は別枠となっていた。RDR には加速器の設計とともに ILC で行われる実験物理のコと そのための実験装置に関する素案も記載されていた。実験装置のさらなる開発推進のため、2007年秋にイルクスクは加速機の設計開発を行う GDE と並行し、実験測定機の設計開発をコーディネートする責任者としてリサーチディレクターを選任し、そのもと世界の関連研究者による作業の組織整備が開始された。 これらの背景のもと GDE と RD 組織は RDR を加速器と実験測定器の基本骨子文書とし2008年よりエンジニアリングデザイン活動を始めることを企画して2010年頃までの実機への適用可能性のデモを目指すコード R&D と詳細なシステム工学設計の完成に向けた作業に乗り出す活動構想を立案したところが 2007年冬にまず、英国、ついで、米国で、それぞれの監督官庁によって、i l c 関連の開発予算に関する、縮減方針が発表された。特に、それまで加速機、測定機の双方で、大きな物的人的予算配分を行ってきた、米国監督官庁の方針転換の影響は、無視できず、i l c 全体としての開発は、原則を余儀なくされることとなった。 2008年春に再測定された GDE と RDE の活動方針では加速器については RDER をさらに進化しコスト面の圧縮と技術リスクの低減を図ったテクニカルデザインレポートを測定器については加速器のビーム衝突点近傍の設計と整合を取りつつ2台の相互的特性を持った測定器システムのディテールドベースラインレポートを それぞれ2012年終わりまでに完成するとされていた。なお、英国や米国の監督官庁による予算縮減の理由としては予算規模展望、技術開発の費用、経済事情などの理由が挙げられているが、この2国のアクションは基本的に独立した事象と理解されていた。また、欧州の英国以外の諸国、また日本では これまでのところを幅な開発予算縮減はなされておらず、2007年中までの米国の規模には及ばないが、2021年現在まで活発な研究、開発が続けられている。地域ごと主要研究機関の ILC 関連活動への取り組みは以下のようである。同時に GDE とは不足つけりの関係を保ちつつ2007年に成立した RD と、 その補佐機関によるコーディネーションのもと、全世界規模の物理学者が参加する大型実験のため、物理研究所の各種シミュレーションや測定器のシステム、開発、設計研究が行われていた。さらに、アジア、ヨーロッパ、北米の各領域で、それぞれの参観学連携のフォーラムをはじめとしたミーティングが行われ、活発な意見交換が進められている。 前述のように2010年4月時点の GDE と RDE の活動方針では2012年終わりまでに加速機については r d r をさらに進化コスト面の圧縮と技術リスクの低減を図ったテクニカルデザインレポートを作成測定機については同じく2012年終わりまでに加速機のビニム衝突点勤棒の設計と整合を取りつつ 2台の相互的特性を持った測定器システムのディテールドベースラインレポートを作成することになっていた。2012年頃、あるいはそれから大きくは遅れない近未来のある時点でセルン LHC 実験からの初期結果が得られ、その示すところと ILC 加速器、実験設計の成熟度、予算規模を勘案して、 世界規模の研究者コミュニティのコンセンサスが再確認され、これを踏まえて各国の監督官庁が何らかの財政的判断を下すことが可能となるのではないかというのが関連する研究者の間での展望であった。この間、小規模のサポートスタッフ人権費と旅費を除いて GDE および RD 自体に固有の大規模予算が政府間合意のもと拠出されているわけではなく、 ほぼすべての開発予算は各国領域ごとのあるいは個別研究機関に対応する各種予算枠組みの下で行われていた。GDE 及び RD はこれら個別機関の予算執行を管理し監督官庁に対して報告責任を負う立場には置かれていない。また非公式協議の場は持たれているものの国際リニアコライダーの建設が政府間国際協定のもとに すでに保証決定済みという状況下にもない。これらの意味で国際リニアコライダーは今後の展開を睨みつつ当面の設計開発を現時点の各国領域の研究枠組みの中の可能な範囲で推進するという過渡的な状況にあるとするべきであろう。なお日本では北上山地を薄いわて県東北経済連合会 東北大学を中心とした東北 ILC 推進協議会とセフリ産経を押す佐賀県九州経済連合会九州大学を中心とした ILC アジア九州推進会議のグループが国内候補地の誘致で争っていた。その後2013年8月23日に立地評価会議が国内候補を北上産地に選定した。また、 国際推進組織リニアコライダーコラボレーションの幹部が北上産地を視察し、最高責任者のリン・エヴァンス氏は、北上産地は世界で唯一の候補地だと明言した。2018年4月18日には、岩手ルシー連携室内にオープンラボを開設している。一方で、2018年12月19日、日本学術会議は、 国際リニアコライダー計画の見直し案に関する初見を文部科学省に提出した中で日本へのイルシー計画誘致を支持しないことを明らかにした。関係研究者間の過去の目標では2010年春開始のセルンの LHC 実験と同時期に重心系エネルギーで2 5 0 j e v 5 0 0 j ェブの衝突実験を行うことが期待されたが、 2021年現在では、最速で2030年代後半の計画正式スタートが議論されている。計画の正式実現のためには、何らかの国際協議を経て、建設決定、最終候補地の選定、担当建設部署と予算拠出に関する政府間合意が取り交わされる必要がある。それに基づき、加速機本体の設置形態を確定し、 トンネルの掘削、加速機本体の製造、加速機付帯施設の建設、実験装置の製造、加速機付帯施設への実験装置の設置等が行われることになる。上記にあるように、2007年2月に建設費用の一時評価が公開された後、計画推進の科学者の立場からは、近々に政府間の国際協議に向けた動きが新たな段階に入ることが望ましい。 と考えるものは少なくなかった。しかしながら、その具体については当然、関係国それぞれにおける、周辺科学技術分野と産業界の了解、行政府特に財政当局、及び関連する地方公共団体の理解、そして最終的には、立法府の判断に大きく左右される。最新の状況では、 前述のハドロン加速器とレプトン型加速器の相互性議論の有効性は認めつつも計画と予算の巨大さを考慮して2010年にまず重心系エネルギー7テーブで運転が立ち上がった LHC での陽子、陽子衝突実験の奇数をまず見るべきとの意見が支配的となっていた。さらに、ILC とは別に2ビーム加速方式と呼ばれる方法でより高い。 エネルギーへの到達を目指す、もう一つのリニアコライダー、クリック計画の開発検討も、欧州を中心とするグループによって別途、行われている。これらを総合した世界の将来計画展望の再構築が必要、との見解が強まっている。ともあれ、リニアコライダー計画としての技術的成熟度では、i l ーがクリックよりも数年以上先んじていることは、 関係者の注目の一致するところである。また、国際リニアコライダー建設への進展のためには、一カ国あるいは一領域が先行して一元的に、予算上、運営上の責任を負うのではなく、成り立ちからして、国際的に開かれた計画発展の形態が取られるべき、というのが、関係する科学者のほぼ総意と言ってよい。具体的には例えば、 アルマ計画で経由したものと類似の段階を踏む可能性が研究者間では議論されている。すなわち第三者評価が行われ同時に専門委員会が公式の組織として承認され二次計画へとステップアップした後に政府間合意へとつながっていくといったようなものである。また ITER 計画も計画発展の形態を 考える上でのひな型の一つと目される。ただし、政治決定に、先立って関連研究者レベルの議論が長く行われている点。2021年現在までのところ、様々な国際共同研究を行ってきた各研究所が開発の主体である点。したがって、産業界による工業規模のエンジニアリングはまだその端緒についたところというべきなどの点で、国際、 リニアコライダーは ITER 計画とはやや、趣きを意味する。これら諸課題についての関係国からの、監督官庁による接触と意見交換は、OECD グローバルサイエンスフォーラムの高エネルギー、物理学の将来に関する、コンサルタティブグループを皮切りに2003年頃から、始まり、ファンディングエージェンシーズ・フォーラージ・コライダーズと呼ばれる、会合に追い2015年まで進行した。 しかし、科学技術予算事情の幅広い長期展望を踏まえた、上の国際、リニアコライダーに関する政策は、各国ともそれぞれの行政フリップオフを通して、確立しているわけではなく、正式な国際協議の場の発足は、今後の課題である。以上は、国際、リニアコライダーに関連して、各領域の中枢研究所として、研究活動の取りまとめを行っている。 代表的な機関である。これに加えて、各国の多数の大学付属の研究所や研究室にて実験や設計が進められている。国際委員会が将来のリニアコライダー加速器に用いる基本技術を決定、アイルシー計画に関する主な課題について、高エネルギー物理学研究者会議、高エネルギー加速器研究機構、2021年9月7日閲覧、 アイルシー広報地は、岩手北上産地。NHK ニュースウェブ、オリジナルの2013年8月26日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20130826071624/.http コロンスラッシュスラッシュ www3.nhk.or.jp スラッシュニューススラッシュ html スラッシュ二零一三零八二三スラッシュ k 一0 0 1 3九7 0 9 3 1 0 0 0 h t m l 2 0 1 8年4月十三日閲覧 ?ILC、北上産地、唯一の候補地国際組織幹部視察。河北新報社。 2013年12月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年11月22日閲覧岩手愛るし連携室オープンラボ開設 3K デジタル3機ビーズオリジナルの2018年4月23日時点におけるアーカイブ h t org t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 8 0 4 2 3 0 4 0 0 2 5 h t t p s w w w s a n k i b i z j p ビジネスニュース 18419prl1 兆8041億9164万 119n1htm2018 年4月23日閲覧 ILG の日本への誘致は指示せず、日本学術会議が表明。マイナビニュース。2018年12月21日閲覧。The FunDing Agentsies for Large Colliders。FunDing Agentsies for Large Colliders。2021年9月7日閲覧。ありがとうございます。